この辺り泥の匂い非常に強くなってきました。奥にはまだ大量の土砂が残っていて、警察官らがシャベルなどを使って行方不明者の捜索を行っています。捜索活動は今日も総勢900人で行われました。昨日は2人の遺体の身元が判明し、熱海市伊豆山の太田紗恵子さんと瀬下陽子さんと発表されました。やっと姿を現してくれたと思ってね、なんかもうほっとしました。ただまだ息子さんが見つかってないのでね、息子さんも早く見つかってほしいなと思ってます。土石流による死者は21人で、現在も6人の行方が分かっていません。捜索活動が続く中、午後1時、熱海市は台風8号の接近に伴い独自の避難指示を発令しました。対象は土石流で大きな被害を受けた熱海市伊豆山の木谷地区、中道地区、浜地区のおよそ270件です。それぞれの避難先は、木谷地区が熱海リフレッシュセンター、中道地区はハートピア熱海、浜地区は大江戸温泉ホテル水曜亭とホテルニュー相模屋となっています。台風8号は時速35キロで北上していて、関東や東北に上陸の恐れがあり、熱海市でも明日から激しい雨が降る恐れがあります。市は明るいうちに避難してほしいとして、対象地区の住民らに今日中の避難を呼びかけています。住民らは台風への備えや避難準備に追われました。どうなるか分かんないんで、避難しました。早めに盛り土がね、結構は残ってると思うんで、それがまた再度流れたりしたら不安ですんでね。3週間経って、復旧が進むにつれてですね、少しでも前へ前へと思っていますから、そこでですね、やはりまた元に戻るような災害が発生しますとね、これはもう大変なことだなと思っております。市内のダイビングスクールも営業休止を決めました。台風がやっぱり直撃すると、これ機材全部片付けなくちゃいけないんですよ。そう、それで片付ける場所がないから、家に倉庫があるんで持っていけないんですよ。それでどうすかなと、困っちゃうなと思って。今現在、気象庁から熱海市に発表されている警報、注意報はありませんが、今後の気象情報に十分注意してください。また県は現在、熱海市伊豆山で通行止めとなっている国道135号について、台風8号の影響を受けなければ29日午後3時に規制を解除すると発表しました。解除されれば、現在無料で開放している熱海ビーチラインは30日から通常通りの営業を再開するということです。